キックオフを置いた J2 リーグ16位と苦しいシーズンだった大分トリニータ、片野坂監督に戦いを振り返ってもらいました。まあ、今シーズンは本当に厳しい難しいシーズンだったなと思います。結果も内容もどちらもやっぱり求めるものではなかったですし、非常に悔しいシーズンになったなと思います。トライしようとしているフットボールというものがこうなかなか浸透できなかったことと、それとともに怪我人が増えてきたこと、そして戦い方システム、そういうものを変更せざるを得なくなったこと、なかなか積み上げはできなかったですね。あとはやはり引き分けが多いというところでは、得点の攻撃力のところで今シーズン得点33点、失点が47点、やっぱり得点の33点というものはやっぱり物足りないところだと思います。得点を上げきれない、勝ちきれない、なので引き分けが多かったというところでは、やっぱり得点力を向上させることというのは一つ来シーズンに向けての課題かなと思います。アウェーの横浜 FC 戦っていうのは、少し戦い方を徹底させた中、強い横浜 FC さん相手にも勝ち点取れたことっていうのはすごく良かったなというところと、残留争いから解放されたホーム最終戦の群馬戦っていうのも、決して悪いゲームではなかったなと、やっぱりホームで最後最終戦で勝つことができたっていうところでは、内容と結果がしっかり出たゲームだったかなと思います。印象に残っているのはやっぱりホームの熊本戦、九州ダービーの、やっぱりああいう2万8000人入っていただいた中、素晴らしい雰囲気の中でプレーさせてもらって、そして勝つことができたこと、あれがやっぱりすごく印象には残ります。戦術を徹底することと方向性をしっかり具体的に示すことっていうのはすごく大事だと思います。そしてその戦術の基準、そしてプレーの基準、そういうものが選手のベースになっていくと思うので、まずはそういうどう戦うかっていうところをしっかりと明確にすること、そしてその中で選手の個性であったりとか、いい特徴が出るような組み合わせであるとか、そういうものをうまく選手と共にしっかりと今シーズンの経験というものを生かしていくことが大事だと思います。トリニータのファンサポーターは本当に愛を感じますし、本当に心から我々を後押ししてくれる、そういう声援を感じるので、それを我々は力に変え、そして皆さんの結果に応えられるように、しっかりといいフットボールができるように、喜んでもらえるように頑張りますので、ぜひ引き続き、来シーズン以降も応援よろしくお願いします。また大分トリニータから初の日本代表海外移籍と大きな功績を残した梅崎選手が20年の現役生活を終えました。自分にとって本当に最高の環境だったと思います。この大分で育って大分に戻ってくることができて、なんかこう自分は本当に幸せ者だなって、こう司、この度は現役生活お疲れ様でした。たくさん喜んだし悔しいこともあったけど、一緒に成長できたことを本当に嬉しかったです。何が恩返しできるかって考えた時に、やっぱりこう自分が監督になってこのクラブで監督として何をもたらせれるかどうか、間違いなくこの20年間どんな苦しいことも乗り越えてきたっていう自負があるので、その自信と誇りを持って次のステージに挑んでいきたいなと思ってます。さらに大分トリニータはクラブ創設30周年を記念して、12月22日日曜日に大分トリニータ30周年記念メモリアルマッチを開催します。大分トリニータ U18 の監督をしています山崎正人です。12月22日に大分トリニータ30周年メモリアルマッチが開催されます。自分の方も出場させていただきます。自分の方は在籍年数は2年半とそこまで長くはなかったんですけど、当時なかなか
レズナックドームで得点を取ることができなくて、高松大輝の陰に隠れてたので、なんとか、メモリアルマッチでは、得点できるように、精一杯頑張りたいと思うので、たくさんの方に来ていただいて、応援していただけたらなと思っております。12月22日、14時キックオフ、レズナックドームで行うのでよろしくお願いします。 J リーグからのお知らせです。ルヴァンカップの特別協賛社、山崎ビスケット株式会社で実施中の、毎日の暮らしにクラッカーがある生活、クラッカツ。 J クラブでも今年は全60クラブの選手がさまざまなクラッカツを紹介しています。時間あるし、サッカーでも見よう、見よっか。おきちゃん、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 いや、うまいわ、クラッカーやわ。さあ、みんなでクラッカーしよう。詳しくはクラッカツ J リーグで検索。全国高校サッカー選手権大会、県大会決勝がレゾナックドーム大分で行われ、大分鶴崎高校が1対0で大分高校を破り、14年ぶり7回目の優勝を果たしました。やっぱね、こんなにで緊張してました、正直。それでちょっと押し込まれてたんですけど、まあいい具合にちょっとほぐれたぐらいに先制点取れたんで、もうそれで完全に硬さがなくなって、うちらしいサッカーできるようになったかなと思います。練習したこと出そうよっていうのをずっと言い続けてたんで、まあそれを本当選手がもうみんな本当出してくれました。はい。監督自身、鶴崎高校が初めて全国への切符を手にした時の選手で、そして監督でも全国へというところなんですが、そのあたりについてはいかがですか？そうですね、僕たちの時はなんか本当もう何も分からずに行った状態なんですけども、この子たちは本当いい準備して全国でもっともっと楽しんでやってもらいたいなと思ってます。決勝点となる見事なゴールを決めました。あのシーン振り返っていただけますか？はい、トヨタらしいパスサッカーで崩していて、自分は中に入って決めるだけだったので、トヨタらしいサッカーができてよかったと思います。そしてこの決勝もそうなんですけれども、無失点というところに関しても、はい、もうかなりの手応えを感じているんじゃないかなと思いますが、はい、前線からも守備をしっかりしていて、バック陣はしっかり守ってくれて、やっぱキーパーがロングボールなど全部取ってくれて安心感がありました。この全国への切符を手にした時のこの景色というのはいかがでしたか？応援席もチームも一体感がすごくて、とてもいいなと思って気持ちが爆発しました。全国ではどんなプレーを、そして目標も一緒に教えていただけますか？はい、全国では鶴高らしいプレーをして、自分もしっかり自分らしさを出して、一つでも多く勝っていきたいと思います。決まった時の気持ちというのはいかがでしたか？3年間この優勝のためにずっとサッカーしてきたんで、とても嬉しかったです。もう最初の試合からピッチ、ベンチ、そしてスタンドの一体感がすごくて、もう全員の力で勝てたと思います。全国行くとまたさらにね、新たな景色が広がっていると思うんですけれども、個人的にはどんなプレーを見せていきたいですか？個人的にはたくさんボールを触って攻撃のリズムを作ること、そして守備ではコーチングでチームを動かしてボールを奪うことを意識したいです。では最後に目標をお願いします。まずは初戦突破目指して、このチームで一日でも長くプレーできるように全員で頑張りたいです。全国高校サッカー選手権大会は12月28日に開幕。大分鶴崎高校は岐阜県の強豪帝京大可児高校と対戦します。さらに全日本 U12 サッカー選手権の県大会決勝も行われ、大分トリニータ U12 が4対1でスマイスセレソンを破り、全国の切符を手にしました。本当予選からかなりこう苦しい試合が多く、まあ、本当に対戦相手にも恵まれて、やっぱ本当に強いチームばっかり当たったので、まあ、そのチームにね、勝っていって、まあ、選手たちも成長していけたかなと思うので、本当にこう最初から含めてすごいいい大会迎えて、最後優勝できて選手たちに本当感謝しています。はい、本当こういった
U12、15、18の年代が本当にまたトップにね上がってもらって本当活躍する姿を見るのがね僕ら指導者のこう本当のなんていうかなあの願いでもあるので、本当にまあここから始まって、まあ、次にステップするためにねあのどん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 こう成長してほしいかなっていうふうに思います。去年と一昨年負けてしまったので、その先輩の分まで頑張ろうと思いました。どんな形でまとめていこうと思ってましたか？いろんな個性豊かな選手がいるので、その選手を生かしていいチームを作りました。これからどんな戦いを見せていきたいですか？全国大会ではもっと激しい大会になるので、練習でもっともっと強度を高くしてできるだけ上の順位を目指したいです。球際の激しいところやハードワークはみんなすごいので、そこを全国大会でもどれだけ通用するのか試していきたいです。2年ぶり6回目の栄冠を手にした大分トリニータ U12 は来月鹿児島県で開催される全国大会に臨みます。